腕の取り方について私が意識していること、まあ合気道ねの稽古、こうやって腕を取るところから始めますよね。で、私結構強くギュッとこう握るんですけれども、この時にですね、全身に力入れてギュッとこう握る人いますね。ね。まあそれはそれでそういう人にどうやって技かけるかっていう稽古にもなるんですけれども、一方でこう握ってる人が、受け身として結構無防備。なぜなら全身に力が入っちゃってるから、とっさに動けないし。ね。で、私の場合は、ここだけに力を入れるようにして、あとは力が抜けて楽に動けるようにっていうことを心がけています。それはどうやってやったらいいのかっていうと、お腹なんですよね。意識してるのはお腹なんですよね。ここを意識して握力でギュッとやるとどうしてもこう力が入っていくので、そうじゃなくてこことお腹を結んで、このお腹の中でギュッと握るイメージ、それをここに伝えるって感じでこうギュッとやっていますね。まあイメージなのでちょっと分かりづらいかもしれませんが、あともう一つやり方として、こことお腹を結ぶ。で、さらにこっちの手、後ろにこうやっておいて、これもこの同じ線の上でやっておく。ね。さっきお腹でこうギュッと握るっていうイメージって言いましたけど、それをここでやるんですね。ここでギュッとやりながら、やると、相手にそのお腹の力が伝わっていく。ね。まあ、そういう握り方をしています。私はね。はい、というお話でございました。受けてみていかがでしたか？はい力いっぱいだとある程度なんていうの、耐えられるんだけれど、うん、こちらの手を使ってってなったら、もう瞬時にこう「あいたたたたた」ってなるので、うん、全然違うなって思いましたね。はい、不思議だけど、ね、不思議です。そう、もう一つ、そうそう、思い出したことがあるんで補足で言うと、掴むのも腕じゃないんですよ。腕なんかこう握りつぶしたってしょうがないんですよ、相手の本体が生きてたらね。さっきのようにできればこれ掴むだけで相手の動きを封じることができれば一番いいんですよね。まあなかなかできませんけれども、なのでこっちでこうこことかここでギュッてやるって言ってましたけど、それは相手の腹を握るっていうイメージなんですよね。腕だとこう相手のお腹を握るっていうイメージだと、こうやって相手のこう中心を捉えるっていう、そういう握り方を意識しておりました。はい、握り方のお話でした。